こんにちは。今羽田空港にいます。これから飛行機に乗って福岡まで移動します。で今回ね、福岡がゴールなわけじゃなくて、福岡から出発して列車に乗って東京に戻ってくる予定なんですけど、まあ、そのためにね、まずは一回福岡まで飛行機で飛んでいきます。特別塗装機でしたね。このスターアライアンス塗装機、ボーイング767でラッキーでした。今回はここを福岡博多から東京まで列車を乗り継いで帰ろうということをやりたいなと思っております。で今回のルートが、まずはここ九州の博多から JR 九州の特急に乗って小倉まで、で引き続き在来線で小倉から山口県の下関まで行って、下関で一旦途中下車をして、ちょっとね寄りたいところがあるので、そこで買い物などして、下関から新山口まで移動します。で新山口からは特急列車に乗り継ぎ鳥取で、鳥取で一泊して、で翌日鳥取から姫路まで行きます。で姫路でまあちょっと街をブラブラしまして、姫路から新大阪で、新大阪から名古屋で、この区間だけ新幹線を使います。で名古屋に着いたら次はまた特急に乗り換えて名古屋から松本まで行きます。で松本で一泊で、松本からまた特急列車で新宿に戻るというルートで今回移動していきます。福岡からだったら飛行機で2時間、で列車の場合は新幹線もあるんでね、直通で5時間くらいかな、まあ、そのくらいで帰れるルートなんですけど、まあ、日本にもね行ったことがない場所っていうのがたくさんあるので、今回はいろんな場所を見ながらゆっくり
帰りたいなと思っています。じゃあまた翌朝。はい、おはようございます。準備もできたのでこれから行ってきます。まずは博多から小倉まで行って、で小倉から乗り継いで下関まで行きます。で下関で朝ごはんを食べようかなという感じです。では出発。を出て小倉に到着しました。で小倉から普通列車に乗り換えて下関に行きます。下関行き乗りました。なんかね、今回の列車は、こんな感じで通勤列車みたいな感じの電車です。空いてていいですね。下関に着きました。山口県来たの初めてじゃないかな。一回改札出ます。下関の唐戸っていうところまで来ました。でここに、ね、見えてるかな、唐戸市場っていうところがあって、ここで朝ごはんを食べたいなと思っています。めちゃくちゃ素敵だね。じゃあ食べに行きます。何食べようかな。今市場の2階に上がってきていて、で食堂が2階にあるんですけど、まあ、こんな感じのとても雰囲気がいい場所です。お腹が空いたので食べに行こう。かわいいな、あれ猫がいる。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。ご飯も食べたので駅に戻ります。